こんなことをやってる間にもしんどそうっていうね。書いてる。そんなに高くなかった。生きてるんですね、ちゃんと。生きてますね。すげえ。めっちゃ動いてますね。めっちゃ動いて。この間めっちゃ動いてたよね。赤ちゃんの推定体重が計算式で出まして、赤ちゃんだけで今100gぐらいありそうですね。頭があって、左手、右手、左足、右足、ちゃんと手袋が映ってますね。こっち見てるな。こっち見てる。水晶体といってお水に近い成分イヤイヤしてます。かわいい。うわ、笑ってそうな感じですね。知りたいとか、いやいやいや楽しみたいとかありますか？僕は知りたいです。知りたいけどな、サプライズでもいいんだよな。開ければ見えるかもしれません。もう探れるんですか？そうですね、お股のあたりを。あ、どうしましょう。今日はやめときます。どうしよう、見たいよな。僕にだけ教えていただいて。じゃあみんなに見せればいいのか。またこう下から覗きますね。こういう感じでまた見えてますので、こんな感じで大丈夫ですかね。おそらくそっちかなと思います。どっちですか。あ、なるほど。こういう感じで。ああ、なるほど。はいはいはい。かしこまりました。大丈夫です。はい、ありがとうございます。どっちだろう、でもってここ行っちゃったらこういうやり方だよ。うん。ぶっ刺さってる。なんか倒したらカレーつくな。どっちのフラ。ずっと夢を見てウィー。匂いもそうだよ。いきまーす。鍋を蓋を閉めたいと思います。はい、お願いします。サイズ間違えた？蓋と鍋合ってない。どういうことやろ。 OK、 オーライ OK。待ちます。はい。うわー、うまそうやね。うまそうやね。ちょっと箸でかき混ぜます。はい。せーの、よいしょー。おー、湯気。もうじゃがいもとか火取ったかな。が一番不安だよね。レンチンしとけばよかったね。食べますか？暑いから食べれないよ、すぐには。熱々蒸し上がれ。あー、うまー、これ。うまい。これうまいね。やばいやばい。大失敗。全然いいよ。あ、でもうまそう、匂い。これええな。よし。間違えたらおしまいです。ですよね。なぜ私たち2枚しか準備しておりませんので、していただきまして。そこまで。めっちゃ緊張してる。本当ですか？サクサクか。これどうしたらいいの？おめです。結婚したみたいな。ありがとうございます。ありがとうございます。あの動画撮っていいですか？いいよ。記念すべきところ。はい。どこが綺麗ですか？あ、この夫になるところに。いや、夫になるところ。ボールペン。あ、これエルラコスペンだなこれ。誰も突っ込まない。あ、ごめんなさい。僕動画見つかって一応ですね、こちらにですね、書いていただきたいんですけども、こちらの間違ってた場合、替えがないので。え、マジ？これ間違えてた？間違ったらもうアウトなんですよ。言われるとね、すごい緊張する。全部あるかな。大阪府の府ってどうやって書いてあったっけ？ちゃんと承認になりますんで、末永くお知らせにお願いいたします。私の時は書いてください。かしこまりました。夫になるのとこに書けばいい。そうで、妻になると書いてまた勝利かける。終わらない。何ら変わらない。ありがとうございます。ありがとうございます。わざわざ来ていただいたので。いやいや、とんでもない。ちょっと粗品をご家族で食べていただきたいなと。はい。あ、先生よかったです。ちょうどいいや。うちの親父が好きだから。お納めください。ありがとうありがとう。じゃあおめでとう。ありがとうございます。やばい。うまい。間違えた。読む気あるの？読んでるわ、これ。なんか言ってないけど下なんじゃねえ。しちゃいましたね。あ、手込んでらっしゃるね。僕生活が始まりだ。助けて助けてよ。これが僕生活の始まりです。いいね。こんなのあったか。あれ、どこだったっけ？そこか。この辺りですね。ここじゃない？この位置だったいやでもここだったもんね。俺がこういう風に覗いてでこう見たらっていう感じなんだよ。いや見える。でももっとねこっち向きだったの。ああ絶対見えないと思う。じゃあなんで赤って分かったんや。じゃあ行きますか。はい。これがよくこんなに見えてなかったからさ。これはないの？いいよ。早番の帰りによく一人で買いに来て食べてました。街録みたいな感じになってる。うまくねえの？あぶぶ。あとつい？その食い方だとただの食いしん坊だ。あざといとかじゃない。わかんない。あざとい。わかんない。まさかまさか打ち明けてる主役だろうと思ってライバルだあいつライバルだあらライバルだ嘘確かに滑る気分高くなる。慣れない。慣れない。大丈夫です。お、お。きちい。ご満足いただけたであろうか。はい、ありがとうございます。年内最後のお肉。福袋みたいなテンションになる。安典が単独でお参り、安典が祈祷に間に合わなかったから単独でお参り。けて脇へ広げると言える。本日の経過観測でございます。いや、お腹が鳴った。腹減ってるだけに。なんかここって動いた気もするし。リラックスしすぎない。これで葉っぱ加えてたらガキ大将。私。なんで応援団横にいる感じがね、こっち見てる。すごい。すごい。骨出てる、すごい。あ、出てない。おお、逃げてった。すごい。ここ目があって、この辺が鼻だけど、口も。赤ちゃんのヘッドサイズが380ぐらいちょうどいいです。足の指は綺麗なので、こんないっぱいもらえるんだ。取れるときはね、中野上の王子。次行きます。天国天皇天国天皇、なんかこのことだったよね。なんかそんなんで抑えられるんだって子供ながらに思ったんだよな。なんでそんな仏教の力で国を抑えようと思ったんだろう。だから疫病とかが流行ったからってことでしょ。そのエピソードを知ってて名前でな疫病が流行って「し」から始まる。2文字目小さいよ。あ聖徳天皇聖徳天皇なんかニュアンスは聖徳太子聖天皇聖光天皇違う字が多いんだよね。しょくおううん母音があってきたぞ。くしょ東大寺を建てた天皇で調べられるもう調べちゃない答え出るじゃん。問題平安時代遣唐温泉ない温泉ないなんで台湾でしか食べたことなくて日本で食べたことがないんで。ありがとうございます。頼みすぎたでしょ。今から日の目来るやったな。決まったな。ああ、ワクワクするね。なんで寒くなった。辛くない。生だから食べれない。何も釣ってない。何も釣ってない。なんでそんな走るかな。何にもならない。ってるうちら。そうこれでいいよね。うん、ちょうど2つありますね。すごくかわいい。メリークリスマス。さあ、シャンメリーですよ。はい、メリークリスマス。なんか確かに。これ、組み立てられたので。うん。イエイ。Let's party! Hey, Chris! Ah! 袋持ってたからすげえ腕プル。うまっ。あ、ごめん、すんげえボケてる。あれよ。うまっ。あ、これちょっとカメラずれそう。あ、ちょっと CM っぽくやってもらっていいですか。うん。あの酒で CM っぽくやってもらっていい角度にするからこれ。いい角度。やっぱこれだね。あのね、これが映ってないんだよ。いや、飲んだね。5時。なんだ。久しぶりに飲んだね。それで、そうっすね。私見つけたら、英語しなくて。キムタクってことですか。ちょ待てよ。え。ちょ待てよ。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。これから初詣に行ってくるよ。暗くて映らないか。どれやる？明るいとこで見ますよね。どうでっか。今年初みくじだね。うん、そうだね。ちゃんとした初みくじだね。なかなか取らせてくれない。で、お吉よ。吉。昔のよりが戻る場合がある恋愛。昔のやつもろくなやつにいいんだよね。みんな見つけちゃった。めちゃくちゃいい感じに撮れてる。いいですよ。今日はもう見せなくてもしょうがないかなっていう 3.5 キロは出たらすぐだからちゃんと骨ある。ちょっと大きいんだよね。大きいところが出てたのか。でも大きいと思うの大変だからね。ママが太ると赤ちゃん大きくなるわけよ。あ、だから大きいのか。そういうことそうです、はい。小さくとっても大きいな。足ちゃんと足。顔は一切見えない。毎回見せる。ビールがね、ちゃんと。頭ちょっと大きいかな。ね。ごめんなさい。そう、これ。筋肉。そう。筋肉がすごいね、赤ちゃんたちって。そうそう、足です。足でしょ。おお。それがたまたまだけなぜかすごい綺麗に。そうそう、ビール。すごい。諦めたらそこで試合終了。フルコンボたった1点早く終わらせてスコア出して。よくできたぞ。叩きすぎだって。強み色のタイプ。主張してきた。うん。ですね。おお。もう脳ができてる。意識高いですね。意識高いですね。そんなん移動できるやん。なんでこんな亀仙人みたいな。危ないな。どんだけバランス感覚ないね。最初するんでいいじゃん。これは来ましたね。だいぶ満足しました。もう一瞬しか履けない。何そこにつけんの？指太いからそうだよ。もう一回見して。もう一回見たらそこに何なの？なんかな。なんか違うね。食べたの。なんで食べたの。そうなるよね。なんで食べたの。これはあかんよ。シネマティックモードで鮮明に撮ってる。カードクリーム、もう一個取ればいいんじゃないの。いいの。なんだろう、私がインスタ見過ぎてるからなのかな。知らなかった。全然知らん、聞いたことない。こう切ってさあ、そうだね、そこを切って、ちょっとカスに食ってなんでだよ。2になった。まあ2っぽい、さっきよりさっきのが良かったかな。せっかくのさよし。いいよ。ボリバンの8がちょうどよくする。やばい。もう一回チャレンジする。28周目まだあるから。いいやん。22 が点点点って。順番的にそれをいじりたかっただけなの。飲み捨てに行ってきてる閉店後。なんか飲食店を今貯めてるのよ。うん。もう一個ありますね。次はかけお疲れ様でした。その顔もすげえ。自分もやってんのに、うん、全然わかんないこう見ると。なんでどうなの？おうちだよーち絶対暗いな、本当に。寒いね。寒いよね。暖房つけられないのきついね。うん。寒い。やめろ。やめろ。プーファン。ちょっと寝かせておいたら。緊急時はどうするの？緊急時。いやいやいや、振り回しとるやん。マジでセンスない。食べんのか。なんか昼間撮ってないから。ラゾーナと私、サポーティッドバイジーンズ。ください。で担ぎたい。合成以来ですよ、こんな短くなったの。アメリカとやったのか、そうだった。ビールの匂いだ。ああ。シュワシュワ。うんうん、苦くてシュワシュワしてます。いや無理だから彼にも彼の事情があるんだね。あ、動いたね。うん、私の呼吸です。くっそ毛玉が目立つな。いいよ、この時ね。なんか素敵だな。めっちゃ可愛いね。可愛いでしょ。これ牧野さんも気に入ってくれそうと思って、独断で購入いたしました。これは私の上に着れるかなと、ほら牧野さんが好きな感じのシャツを下から出すスタイル。ね、おむつ一パックもらえるってことだよね。類から野菜取ったか数えたの分かんなくなっちゃって、ちょっと油断症を届けてほしい。依頼する。送信中。受けたまりました。少々お待ちください。食え目。満足ですか？怒ってるんですか？なんで怒ってるんですか？他にしか見えねえんだけどね。私が龍だと思ってる。こっちのピンクよりこっちの方がこう。うん。なんで覗いてんの？いや、みんな怒ってんのかなと思って。そのままでいいんじゃない？よし。いいんですか？でかーい。うまそう。いね。おしゃれ。ありがとうございます。すいません。マジ頑張ってきただけなのに。髪は気になったりしますか？うん、なってます。パーキングあるよ、パーキング。変わったけど昔と。対象になっちゃった。わかる？わからない。嘘。うん。全然左右違くない？でもなんか凛々しいことは伝わる。じゃあこれちゃんと取れるから。微調整すりゃいいんだよね、きっと。どっちに合わせりゃいいの？まあもうやるしかないけどね。いうことしない。はい、マキノさんちお父さんこんにちは。どうですか、パパ実際持ってみて。はい。絶対にわかんない。かわいい。これでお宮参りも行けそうじゃない？うん。かわいいよ。乾杯。超えげ。てててんてんててててんてん。クソガキや。牛の油。うん、びっくり。葉桜だね。虫歯が痛すぎて食欲がなくなっちゃって歯が痛くて体重3300。いやー、まあ、頭降りてないね。降りてない。3300あるな。唇の一部、お鼻の小鼻とほっぺたなんでしょうけど。ありがとうございます。ちょっとじゃあ内診して今の状態確認します。牧野と FJ と爆弾ハンバーグとうとう牧野さんと埼玉の爆弾ハンバーグの5体目。フライングガーデンがあれなの、店の名前なんです。そうです。やめなさいよ。うん。かん、それは危険すぎるブランコお疲れ様です。お疲れ様です。え、どういうこと？面白い。お疲れ。お疲れ様です。なんなの？全く意味がわかんないんだけど。とりあえず何から突っ込みますか？まず札幌だよね。札幌がよくわからないし、あ、なんだ一人なのかと思ったら、あ、勇者の笑い声一個いたと思って、なんかもう一人いるな。マジで誰かわかんなくて。みかんジュース届けて、まあちょっと喋って帰ればいいかなと。うん、で、喋りが不足してるから、うん、マッキーさんいつ上がるのみたいな話になり、そんなに遅くなったら迎えに行こうかと思ってたんだよねぐらいの話で、じゃあみんなでいいのってなる。まだ説明が足りない説明が足りないとりあえず、なんで嘘ついたのあ、そういうことねそれ言っていいじゃん札幌これ妹の車あ、そういうことね乗らないからバッテリー上がるから運転してみんなそこまで届けよかった異常なかったみたいですね元気でした何もなかったですねお騒がせしてすいませんでした仕事行ってきますやっててえ、もう爪長いね。24過ぎる多重ひらがかわすちぎりを貧乏旅行嫌に即報道すりゃ死のう子も言わず理想の家族一緒に入れたなら一生いろんなゲームからやかましいな先はいい甘い降りた君をバッテキスだやること避け家庭の再販でクリスに笑って惜しみのない始まりを夢見心地はやぼな落とし取りますけますこけら落としちょくらラブソングは理論上無理タクスパスタマイドリーミー私なのに言うんだ